新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。ていうかさ、ここにニキビできたんだよね。これニキビなのかな、何かに刺されたような感じになってんだよね。ダニなのかな。幸先悪いスタートね。今回何をするかというとですね、2021年絶対に流行るであろうイエローメイクをしたいと思います。なぜ2021年にイエローメイクが流行るんでないかというふうに私が予想しているかというとですね、2021年のトレンドカラーっていうのをね、ちょっと調べてみたら、2021年のカラーオブザイヤーとしてアルティミットグレイ、イルミネイティングイエローの2色を発表したっていうふうなね、記事があったんですよ。で、その色見本がこんな感じになってます。これがなんちゃらグレーで、こっちがなんちゃらイエローみたいな感じになるんですけども、まあ皆さん知っての通り、私はですね、物を買いに行くというのがすごくめんどくさい人なので、家にあるイエロー系のものを集めまして、これでメイクをしてみようかなと思います。で、みんなに謝らんといけんことがあって、私ね、このイエローメイクをするときに、カラコンは色素薄い系のグレーだなとか、なんかいろいろ考えてたんですよ。あったのがね、別々のカラコンなの。まあ似たり寄ったりなんで大丈夫かななんて思ってるんですけど、どうなんでしょうかねっていう感じになります。ごめんなさい、もう本当にごめんなさい。片目がマックスカラーのアリアっていうものになっております。こんな感じ。もう片方の方がですね、エンジェルカラーバンビシリーズのヴィンテージグレイの方になりますね。こんな感じのグレーになってます。あ、でも似たり寄ったりじゃない？だいぶ。ポムポムクリーンとグレタマ。やっぱり黄色だよね。まず下地を塗っていきます。セザンヌ皮脂テカリ防止下地ライトブルー。こちらを使っていこうと思います。今回はですね、イエローメイクっていうことなんで、どっちかって言ったらヘルシーな感じ？あんまりツヤ感は求めない方がいいかなっていうふうに思ってて、セミマットぐらい。って思ってたけど、ちょっとツヤ出ちゃった気がする。ちょっとマットですよみたいな感じかな。次、コンシーラーを塗っていきます。セザンヌストレッチコンシーラーオレンジ系、ザセムのコンシーラーになります。この2つ塗っていきます。いやー、消えないわ。これどうしたらいいの？ちょっと目立つよね。うわー、最悪。次、お粉塗っていきます。無印のルースパウダーナチュラル粉おしろい。持ち歩き用としてなんか適当に買ったやつなんだけど、案外よくってマットな質感になるので、今回のメイクにはぴったりなんじゃないかなと思って。次はハイライトを使っていきます。キャンメイクグローフルールハイライター。肌なじみがすごく良くって、パステルな感じの色味のものとなってます。次、シェーディングしていきます。キャンメイクシェーディングパウダー04番。マットだからかわかんないけどさ、すでにいつもと違う感じするよね。いつももう鼻ピカーンってしてるもん、もう。もうピカーンピカーン。同じシェーディングで鼻を作っていきます。あんまり彫り深くしすぎない方がいいかなーなんて思うんで、抑えめな感じで、ナチュラル系？眉毛からこのぐらいまでのちょっと短い距離を塗って、あとは鼻先の方を囲うように。鼻の下。眉毛をグレー系にしようと思ったんだけど、グレーのものがなかったので、アイシャドウになっちゃうんですけど、こちら使っていこうと思います。ドーリーウィンクのアイシャドウパレットになります。カスタムするやつなんですけど、全色揃ってるやつになってます。この色とこの色をちょっと混ぜて薄めながら使っていこうと思ってます。ラベンダーグレーとミッドナイトグレーになっております。あ、すげえ、マジ眉毛っぽい。過去一眉毛っぽいかも、一番。そしたらとうとうアイメイクやっていこうと思います。イカフロッシュのサンセットブリックですね。メインで使うのはここの黄色とこの2色になるかなと思います。乗っていくよ。この白っぽい色をですね、取ってベースとして塗っていきます。次、この黄身オレンジですね。今回この塗り方っていうのは結構ポイントになるかなと思ってるんですけど、目尻側の方を黄色感出してしまうと腫れぼったくなっちゃうんじゃないかなっていう風に思うんですよ。ここの中心をね、ちょっと濃くするような感じで黄色っぽさを出していこうかなと思います。
中心から目頭部分にかけてかな。目尻側はちょっとふんわりあるぐらいでいいかななんて思ってます。この感じ、わっ、おしゃれ。え、おしゃれじゃない、普通に。え、めっちゃおしゃれだと思うんだけど。さっきと同じ黄色をですね、涙袋の方にもと目頭側までちょっとしっかりめに入れていいかもしれない。今こんな感じになっております。涙袋の方はここからここまでを入れてます。まぶたの方はですね、全体には塗ってはいるんですけれども、目尻の方をあんまり黄色を目立たせないような、中心の方から目頭の方にかけてちょっと濃いめに入れてるっていう風な感じになってます。次、ここの真ん中の色を使おうと思います。ここの色とさっきの黄色をちょっと若干混ぜて、ちょっと茶色強めの方がいいかな。目尻の方に軽く塗りますね。こんな感じで、こっからここまでみたいな、この辺ここだけみたいな。え、おしゃれ。え、めっちゃおしゃれじゃない。すげえおしゃれな気がするんだけど。涙袋の方はちょっとだけラメ入れたいなって思うんで、こちらのザクザクラメを取りまして、黒目下のところにですね、ちょっとツンツンって入れていきます。ほんのちょっとでいいかも、このぐらい。次はビューラーをしていきます。次はキャンメイククイックラッシュカーラーセパレートの1番になります。絶対にこれセパレートタイプの方がいいと思う。今回のメイクはヘルシーな感じを出すのが自分の中での目標なので、ボリュームを出すよりかはセパレートタイプで細く長くを意識してやるといいんじゃないかなっていう風に思ってます。次はこのマスカラ下地を乾かしている間に粘膜のラインを引いていこうと思います。セザンヌジェルアイライナーの、ブラックになります。これで粘膜にアイラインを引いていきます。アイラインもできれば細めの方がいいんじゃないかなっていう風に思ってます。なので私は今回粘膜だけになりますね。さあ次ですね、目尻のアイラインを引いていきます。ラブライナーのリキッドアイライナーのグレーの方になってます。こんな感じになってるんですけど、ちょっと黒が強めな感じのグレーになってるのかなっていう風に思ってます。できる限りちょっと細めな感じでグレー感を出していけたらなという風に思っております。そろそろね、乾いてきたと思うので、マスカラを塗っていきます。リーアップウルトラファイバーマスカラ。まあ、ファイバーっていうくらいだから、すごい繊維が入ってるような感じになるかなって思うんですけども、ちょこちょこつけてって太くならないように気をつけながらつけていきます。そしたらですね、このまんま下マスカラもしていきます。下マスカラもちょっと太くならないような感じで使っていきます。すごいいい感じに仕上がってきた。これでアイメイクは完成になります。次はチークを塗っていきます。キャンメイクパウダーチークスの PW40 という色になってます。ちょっとね、いろいろイエローメイクについて調べたんだけど、あんまりね、イエローはね、同じトーンでまとめない方がいいみたい。こういう風な感じで顔の外側の方からこうスッて入れるような感じでいこうかなと思います。次こちらになりますね。キャンメイクメルティルミナスルージュ TO5 番になりますね。こちらがですね、1月下旬に発売のイエローブラウンのリップになってます。一回ね、ゲットレディーウィズミーでも使わせてもらったんですけど、こんな感じの色になってます。ちょっとね、ぼかしながら塗ってこうかなって思うんですけど、主張しすぎないぐらい。中心の方をね、ちょっとポン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 塗って、こっちのさ、際の方はあんまり塗らないような感じで意識すると、ちょっといい感じになるかも。よし、メイクできた。え、すごいいい感じじゃない？え、超いい感じだな。私なんかやればできんじゃん。はい、というわけでですね、髪の毛とかなんかおしゃれになってみたいなと思って、ベレー帽もね、ちょっと前に買ったやつをちょっと被ってみようと思って被ってみたんですけど、なんかこのベレー帽が似合わないのか、それともこの服がいけないのか、これ脱ぐわ、もうシンプルにいこう。で、ちょっと髪の毛を巻いてってみたんですけど、なんでなんだ、なんでこんなおしゃれにいかないんだろう。これ帽子がいけない？帽子ない方がよくね。ない方がいいかも。今のは置いといて、どうでしょう、イエローメイク。ね、マスクを外せる日が来るまではまだちょっと遠いかなとは思うんですけれども、マスクをしている状態で、重めのね、メイクをするよりかは、ちょっとヘルシーな感じで、イエローを使ってみたいだとか、パステルカラーとかね、そういうのを使って、重めっていうよりかは、スッキリした感じに見えるメイクとかの方がちょっと流行るんじゃないかなって思ったりだとかもしたし、まあ今年のトレンドカラーもイエローですので、今回はイエローメイクをしてみました。ちなみにね、マスクするとね、
ピント。顔なんですけど、顔認識してもらっていいですか？これが欲しいの、これ、顔なんですけど。うん、オッケー。ちなみにマスクするとこんな感じになります。ほい。赤系のメイクとかをするよりかは、ちょっとスッキリして見えて、重すくなりすぎない感じになるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回の動画いかがでしたでしょうか？この動画がもし参考になったとかね、ちょっとでも面白かったなとか、あ、イエローメイク可愛いかもしれないってちょっとでもね、思ってくれた方がいらっしゃいましたら、高評価とグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。ということで、以上、ジュルでした。今年もよろしくね！バイバイ。